イベントプレイ昆虫戦いきます。前回は先でしたが、今度はゴールドカップ、左が強いので左に勝てるようにみたいな、まあ言いもなく何かテーマあった方が面白いかなと。トンパツ、ペーチャー、ドラはペー、右が親。結構捨て牌って3巡までの捨て牌で大体相手の手を予測する癖があります。右ピン不敬、上変則で左ピン不敬みたいな、右ピン不敬、もう一個変な牌出てくると思います。上変則で左ピン不敬、右ピン不敬、上もっと変則手なんで、こういう風に変な牌出てきます。じゃあそろそろ何の役かっていうと、ダブトン出てきたからピンフでしょうと。上はマンズの染め手ではないでしょう、ちゃんたかなと。いや、いらねえ。左はピンフケと、左右からはリアリーチ来るかな。上はなんかちゃんたにしてはちょっと19出過ぎかな。なんか自敗集めて通位層的な大物手狙ってたり、若干遊び入ってるかもしれないです。ちょっと上、通位層って言いましたが、実際通位層はテンパってないんですが、ペーポンとか自敗と自敗のシャンポン待ちとか大いにあるんで、チートイツで逃げと。あれすごいな、親の人ペー角切ったぞ。上もペー角切りなんで、ちょっと安全取ろうか。ヤンドンはヒアリーが来た。ロンです。あーマンズか、 E1 切ってたけれども、ハイパイでマンズと自敗で4メンツ1ジャンと見えてたので、アフレハイの E1 切った。ハイパイが優れてた、恵まれてただと思います。まあいずれにせよ変則手ってやつですね。本2局、上親ドラローマン、右変則手かなと。上はタンヤをドラ1、ハクドラ1、まあ、ローワンがドラなので、もう一つドラくらい入ってて自然なんで5パと。運悪いとドラ3、親マンまであります。右はピンズの染め手です。トイトイですね。トイトイとなるとトン切りづらいですね。いらないんですけど、どうしましょうって感じです。上はタンヤをドラ1、ドラドラドラ3、あごめんなさい、ハクです。上の方が危ないんですよね。右は良くて役トイトイ 5-2 とか。上はますますトン切れない場になったんで、まあトン切ることはないと。なんか手も全然こう理想通り伸びてくれないんで、もういいやって感じに思ってます。
なのでここでロン食らうようじゃ下手くそですね。半ばまあ8割9割折りみたいな感じの状態で、今の曲振り込むようだと実力不足で4茶引いたってやつで、だから募られちゃ話にならん。本3曲何茶ドラロープ、まあ、1、2、3の3色見ながらリーチドライチ見ながら吐くのみ見ながら、ドラはローピンなんでこいつは優先度高い。遠くにカンタは見えますけど、これあの不確定6球1いっそ6球ピンなんて不確定の要素ばっかりなんで、これちゃんとならないですね。都合よく9の方引く1の方引く9の方引くなんて考えない方がいいです。はい、見ると3人ともピンフ系っぽいですね。右はいきなりローワン叩いたんで、右は攻めてる、上はリーチしてる。親はもう攻めないとって感じ。私の手配がこれ全然伸びてない。ちょっと攻めきれてない。困ったぞ。ローワンの壁で T1 もまあ通んじゃないかなと。あ、というよりローワン切ればいいんだ。人の街を当ててみたいです。サブローピンかな。サブローピン。ちょっと感が冴えてないな。なんか。ゴール。電極。これはローピンでした。ドラマチ。タイヤをドライチ。オーラス3じゃ1万点必要なんで親万と。もうこれは文句なしの単位クイタンまでいいですね。クイタンドライチでもいいし、面前で育てば最高だし、3点数取ろう。リーチドラドラ77でとりあえず転敗をして、ミサシは見ない、見ない。77でいいです。すごいとこ来た。換算ワン待ちリーチになると思いますって言おうと思ったんですが、入りづらい方から引いてきてくれたんで、これはもう勝ったなと。で積もるでしょうと。リーズもドラドラ4000折るだろうと。メンピンドラ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 、メンピン6は12000、3
3-1 から引いちゃったんでトップ取れた1曲です。確率としては変則のルーパーピンローピンから引いて 3-1 リーチで、 MJ は上がり連チャンなんで微妙ですみたいな言おうと思っていたんですが、まさかのありえない方から引いてくれたんでトップと。 MJ でもう何十曲ぶりにトップ取ったレベルです。まあ、今回は打っててあちゃーっていう場面はトン3曲上の人からリーチ来てて、マンズの677から現物のロー1じゃなくて C1 から外したのはあれミスかなと。外すならロー1、C1、C1 の順。あとはトン1、トン2、トン3はなんかトンをつかまされたり、自敗のペーつかまされたり、チュンつかまされたり、しかも場を見ると自敗ちょっと切れないなと。ゲームだとこう上がりに向かって周りを気にしないっていうやり方の方が優れているとは思いますけど、実戦だとなんか自分が切った範囲で、特にもう場を見るとトーン切ったらポンされるだろうみたいな、そこで自分が泣かせたくないみたいな、負けてもいいので泣かせたくないみたいな、変なちょっと勝ちとは違うこだわりがあるのが、ちょっと成績っていう面では、まあ、見合ってないかなと。まあただそういう打ち方の人もいるということで今回撮ってみました。いつも MJ シリーズ見てくれてありがとうございます。また続けていきますんでお願いします。